すみません、ちょっといいですか。ウェデリーカさん、どうされたんです。実は、使われている魔石素材はおそらくルジャーダの魔石だろうな。おお、さすが現場の人。だがそれ以外にも金属が使われてるみたいだ。これはここら辺の素材じゃないな。そうなの？かすれててよくわからないが、俺もこんな材料は見たことがないな。ってことは金属だけ別地方の素材ってこと？ともかくありがとう。ひとまずルジャーダの魔石を用意しよう。フェデリーカさん、それに皆さんも、一体どういうご用件で？実は、100年祭記念商品、そいつはいい。ぜひ協力させてくれよ。ありがとうございます。この図板に描かれている工芸品を作りたくて、どういう素材か分かりますか？ああ、ここに使われているのは多分シンティラ鉱石だ。この山で採れる素材だな。どうにかなりそうだね。ちょっと待ってくれ。これサルドニカで見つけたのか？そうですが。形はサルドニカの伝統的なものだ。ただ製法がよくわからなくてな。図板が古すぎて読めないが、どうやって作るんだろうな、これだよな。組合本部の工房で見つけたんだが、一体何なんだこの図板は。まあともかく、シンティラ鉱石を集めればいいのは分かった。大変そうだが頑張れよ。これで魔石とガラスの素材が集まりました。それじゃあ一度組合本部まで戻ろうか。昔はここにフィーと同じなだめの姓がたくさん住んでおった。しかしこの地で激しい戦いがあってな、それ以降皆姿を消してしまったのじゃ。あいつがそんなご大層な別名を持ってたとはな。フィーというから名前もフィーとはえらい違いだ。それがいいんです。カラさん、ここの精霊たちが激しい戦いのせいでいなくなったというのは。うむ、先に説明したキャツラ、万象の大天一派との戦いじゃ。乱獲もされたというが、なだめのせいは風跡の解明に必要な何かを持っていたのか。通常古竜が風跡をたどって世界を越える際、膨大な質量と魔力の転移による大嵐が起きるのじゃが。嵐？竜の禁煙種たるなだめのセイラは強い感能力によって竜の精神と同調し、腹っぽい羽ばたきを和らげる。つまりはそれがなだめすかす精霊というわけじゃ。精神の感応って、もしかして
ライザが遺跡でやってたあれのこと？それより嵐って言ったよな、今竜の起こす嵐。そうですよ、それこそがフォーレを襲うという竜の嵐なのでは。あ、つまりフィルフサの大侵攻じゃなく本当に竜が起こした嵐だったってことか。森の奥から来る竜の嵐に吹き飛ばされる。フォーレの伝承は何一つ間違ってなかったんだ。カラのばあちゃん、そのなだめってのがいれば竜の嵐はなくなるのか。ばあちゃんはやめよ。まあ多数おればな。ともあれ、そのフィーさんはライザさんがこちらの世界に送り返されたのですよね。でもあの時はフィーの命が危なくなってて、フィルフサの巣に返すしかなかったんだ。大丈夫だって、俺たちあそこで王を倒したじゃねえか。自然門の向こうも大混乱だったろうさ。そうそう、僕らも女王を倒した後駆け抜けただろ。フィーも逃げ延びてる可能性は高いと思うよ。そうかな。そうだよね。よし。本来我が士族は出不精じゃが、探させてみよう。まずは他の士族と渡りをつけねばな。そこまで大掛かりに？私はただフィーのことが聞ければと。せっかく乗り気になってくれたんだ、ここは頼ってしまえばいいだろう。そうですよライザさん、こっちで探してもらえる機会なんてもうないかもしれないんですから。元よりなだめのせいは我ら総橋族にとって大事な友。その探索は喜びゆえ遠慮は無用じゃ。そうなんですか。じゃあお言葉に甘えてフィーのことよろしくお願いします。うむ、次にわらわがウィンドルに帰った時吉報が届いておることを祈ろう。帰った時？カラさん、どこかに出かけられるんですか？そなたらのために同道すると今決めた。わらわもそなたのもとに現れた島を見たくての。必ずや助けとなろう。あはあ、それじゃあよろしくお願いします。みんなもよろしく頼むぞ。風跡をたどって帰ろうか。オーレン族とは思えないほど自由な生き方だ。お昼を食べた後は眠くなってしまいますし、今のうちにやれることをやっておきましょう。敵だ、警戒しろ。やりましょう、アンペルさん。せい、共に行くぞ、クラウディア。終わらせる、氷の宿よ。せい、せい。
カラさん、お願いします。わらわに任せよ。力入れやす。終わらせる。せいしまい。カラ入れやす。これでよく。せい殴るだけで終わらせる。ゴージャス舞い上がる。逃がさん。はっ。燃えるがいい。守りが解けたようだな。集中攻撃で行くぞ。クリスタル、さすがです。イラさん、これに決まりじゃ。さあ行くぞ。お前が一緒で心強いよ、カライデア。そこだ、行ける。どうしたよ、カラさん。とどめな。鍵が作れるかも。まあ、二つよ。そこだ、浮かすよ。どうした。終わりだ。冷たいのの言い方。せい、せい。そこだ。これ。どれにしようかな。さあ、鍵の出番よ。お願い、成功して。よし、できた。こら、そこだ。あ、そりゃ。終わりだ。まだまだまだ。丸焼きよ。あの時様子がおかしい。連続攻撃。みんな、まだまだだぞ。任せていいか、ライター。お願いできますか、カラさん。承知した、カライディア。任せよ、ライター。まだまだ強くなれそうね。強くなっちゃったみたい。危なげない勝利だ。ふと思ったんだけど、私たちの村に伝わってたわらべ歌って覚えてる？西は悪魔の野が迫り、東の城には竜が住むってやつ。もちろん忘れるわけがない。それがどうした？異界の門が竜の風跡、つまり竜が世界を渡るための通り道だったんだよね。ってことはさ、空剣島のそばにある竜星の古城もひょっとしてって思ったんだ。私たちの住む世界じゃあんなに大きな竜、そうそうお目にかかるものじゃないでしょ。確かに小型や中型の竜はよく見るが、あれほど大きなものはなかなか見ないな。召喚されたって話だったけど、どこからってのがちょっと気にかかってたんだよね。つまりあの竜の召喚装置そのものが実は風跡の一種だったと言いたいのだな。召喚なんて門を使わないとできないと思うし、さすがにぶっ飛びすぎかな。いや、そういう見方もあるやもしれん。あの召喚装置は特定の魔物を呼び出す波長を出すことで範囲内の魔物を召喚することができる。波長が隣り合った世界、つまり異界にいる竜に届き呼び寄せたとしても不思議な話ではない。召喚装置が対象を呼び出すための門を一時的に作り出しているということだな。それってとんでもない技術だよね。ああ、とはいえ人工的に門を作り出せるというだけでも相当なんだ。今さら何が来ても驚かんよ。だがライザの発想の柔軟性には驚かされた。まさか召喚装置と風跡を同じものと考えるとはな。しかしもしそうだとすると、召喚された竜には酷な話だな。老いた翼を最後に休めるこの地から強制的に呼び戻されて戦わされるのだからな。
召喚装置は壊した方が良さそうだね。もう二度と起動することがないように。同感だ。古竜の最後の安らぎを妨げるなど許されることではないからな。全体で一枚の岩みたいだ。かなり大きいですね。下から登るのはさすがに無理でしょうか。我々が守る竜の風跡の向こう側にこのような景色が広がっているとはな。俺たちも異界を見た時似たような感想を抱いたよ。別の世界とはそれだけ常識を打ち砕くものよな。おい、タオ、メモ取りながら歩くなよ。マジで転ぶぞ。敵だ、警戒しろ。やりましょう、アンペルさん。すともに行くぞ、クラウディアン。冷たいのが行くよ。せい。カラさん、お願いします。カラ、イディア。了解だ、リラ。そい、こっちじゃ、こっちじゃ。遅い、終わらせる。これならできる。リラ、白芽子爵の力を見せてくれ。聖なる光を喰らうがよい。どうやら弱っているようじゃ。使わせてもらう。鍵を使う。いいよ、カラさん。うまくいけばいいのだが。よし、行くぞ。よし、こっちのは倒したぞ。使えそうなものは。さ、アンペル、お前はもっとやれるだろう。おい、こっちじゃ、こっちじゃ。力を抜いたらどうだ。とどめろ。弱点を作る。アンペル、特別な槍だ。どうだけ。落ち着いたらどうだ。せかしいやつだな。それ燃えるがいい。カラさん、私も頑張るよ。じゃあそこだ。ゆっくりしようか。クラウディア、魔法もあるぞ。弱点を作る。とどめじゃ。少しは落ち着け。動くな。特別な槍だ、貫け。魔法もあるぞ。まとめて攻撃します。鍵を作るなら今かもしれんぞ。これで決める。いけ。これに耐えられるか。一人も逃がさんよ。懺悔を済ませろ。散るがいい。ディープディメンション。みんな、あの敵に集中攻撃だ。行くぞ。すごいです。任せていいか。私に任せて。サンペルさん、止めな。これでおしまい。隙あり。まだまだまだ。寝ちゃいなさい。こっち、こっちは終わったぞ。カラさんの動き、ただものじゃない。行くぞ。はじけ。はい、いけー。とどめじゃ。まだまだまだ。冷たいのもいいかさ。とどめ。行くぞ。
魔法もあるぞ。今すぐ鍵が作れるかも。このはいっけー、行くぞ。まだまだまだ、次は魔法じゃ。やきよ、まだまだ、そろそろ終わりか。とどめて、冷たいな。ただの蹴りではないぞ。守りが解けたよ。聖なる光を喰らえない。集中攻撃で行くぞ。さすがです、ギラさん。始めるよ。さあ、鍵の出番よ。新しい鍵を。よし、できた。ゆかさん、それ魔法よ。いしょ、終わらせる。隙あり。しまいじゃ。それ連続攻撃。まだまだ夏冷たいよ。これならどうだ。次は魔法じゃ。あたしたちの勝ちだね。やれやれ、まだ成長できるとはな。複雑な気分だ。生きている限り成長は止まらない。私が証拠だ。未だに学ぶことは多いものじゃ。ま、この程度余裕よ。それ敵だ、警戒しろ。リラさんが一緒なら安心です。お前の終わって。期待しているぞ、クラウディ。まだ当てられる。そこだ。ねえ、ああ、任せろクラウディア。鍵が作れるんじゃないかな。スイ、見えた。もう一度。これで終わって。スイ、まだ当てられる。クラウディア、風よ、終わりだ。力を貸して。逃がさん。どうして。遅い。終わらせる。これで吹っ飛べ。みんな、あの敵に集中攻撃だ。さすがだね、アンペラさん。カラさん、お願いします。に任せ。クラウディア、よく。これ次は魔法じゃ。スイスイ、よくぞ。リラさんと一緒なら怖いものなしよ。久しぶりに行くぞ、ライザ。次は魔法じゃ。ふっ、とどめて。これこれで行く。まだまだだぞ。これがわらめな戦い方じゃ。はっ、そんな、すごい。投資した、カライディア。了解だ、リラ。これで、はっ、そん、砕けろ。次は魔法じゃ、そこで。リラ、はっ、集中攻撃で行くぞ。リラさんにはかなわねえや。使わせてもらう。鍵を使う。うまくいけばいいのだが。よし、行くぞ。そこだ。カライディアス、戦えるな。アンペル、命寄りが無茶をするでないぞ。そろそろ決める。刻みつける。この速度で切り裂く。解くと味わえ。はらー、インビジビルプレス。聖なる光を喰らうがよい。安心した、みんなは俺が守る。ほれ、そこだ。こっちじゃ、こっちじゃ。はー、まとめて相手だ。これでいく。止めてみろ。ほれ、どんだけ。とどめじゃ。鍵を作るなら今かもしれん。はっ、遅い。任せろ、アンペル。守りを解くぞ。こっちじゃ、こっちじゃ。少しは落ち着け。強力だぞ。とどめだ。力が入らなくしてやろう。とどめ。騒がしいやつめ。ふっ、どんでけ。ただの蹴りではないぞ。コアクリスタルを使う。今なら使えるかもしれん。鍵に力を。完成だ。
行くぞ。うむ、見事な勝利じゃな。まだまだ強くなれそうね。強くなっちゃったみたい。なんだ、歯応えないな。